いちこです。今日は2024年4月27日土曜日です。高松の午後8時半過ぎの温度は18度で、予報はやや曇りです。動画は前回の続きで北町を通っています。これで一連の動画は最終となります。読み上げも前回の続きからで、アイリン地区ハッシュタグ地域をめぐる問題の5回目からで、これで最終です。次に読み上げるのは、岐阜市ホームレス襲撃殺人事件の1回目です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。アイリン地区。出典、フリー百科事典ウィキペディアより、鎌ヶ崎用語の続きからです。しけはり、ヤクザの賭場の見張り役。手入れ、捜査の警察官など、やばい人間が歩いてくると、死刑死刑と仲間に注意を促す。なお、安全ならば、点々である。しのぎ、他人の収入の強奪。しのぎや、路上強盗。書式発生した賃金の範囲で、意思表示をして長靴や軍手など、作業道具及びビールなど、種類を賭けで買うこと。センター、アイリン労働福祉センターのこと。アイリン労働公共職業安定所を指すこともある。総面代、下記一時金のこと。アイリン労働公共職業安定所では、日雇い労働被保険者手帳を持つ人のうち、一定資格の人に支給していたが、2004年度をもって廃止された。手帳、日雇い労働被保険者手帳、日雇い雇用保険の手帳のこと。手配師、手配師。事業所に労働者の世話をして、紹介料、手配料を取るもの。土屋、宿、宿の逆読み。簡易宿所、簡易旅館とも。トンコ、工事現場や、飯場などから逃げること。無断退職。西成アイリン地区や、鎌ヶ崎を指す。現地の労働者が使う。認定、日雇い労働雇用保険で給付される給付金。持ち代登記一時金のこと。アイリン公共職業安定所では、日雇い労働被保険者手帳を持つ人のうち、一定資格の人に支給していたが、2004年度をもって廃止された。450、汚れ、西成警察署による日雇い労働者を指す別称。指名手配犯の潜伏。2009年11月、公的懸賞金制度の適用で1000万円の報奨金がかけられた、林税案放火殺害事件の犯人、市橋達也受刑者が逮捕された際、市橋受刑者が潜伏先として、アイリン地区を選び、さらには仕事先もアイリン地区で探していたことが逮捕後の取材で明らかとなり、大きく報じられた。街頭テレビ。1969年に萩の茶屋南公園、三角公園に街頭テレビが設置された。野球や相撲観戦などで地元住民から重宝されることとなり、以後、5回機種更新されながらも使用されてきた。2018年3月に器物損壊が原因と思われる故障が発生したが、1年後地元企業が復活させた。関連作品。がめついやつ、映画、1960年公開。当たり屋大賞、映画。悪いやつ、テレビドラマ、内田栄一作、和田弁演出。NHK 教育テレビ。創作劇場枠にて1961年9月9日放送。鎌ヶ崎住民の男が国会議事堂に入って爆死する話。1960年に放送中止され、改めて制作、放送された。鎌ヶ崎テレビドラマ茂木宗介作。朝日放送 ABC の制作により TBS 系列。ナショナル日曜感激会枠にて1961年11月5日放送。第16回文部省芸術祭賞、現在の大賞受賞作品。
第一次暴動をモチーフに日雇い労働者の姿を描く背徳のメス小説黒岩十五著、1961年の直木賞受賞作品、マルヒ式場メス史上、田中昇監督、セリメーカ主演による日活ロマンポルノ作品の一つ、鎌ヶ崎の地でたくましく生きる娼婦の姿を描く、1974年公開、カマヤンシリーズ漫画有村船長、青年誌や新聞にて当地区を舞台に日雇い労働者の姿を描いた作品を連載。カマティダ大阪西成、社文集砂森克美著、IPC 発行。鎌ヶ崎を主題としている。未来世紀西成、映画、田中幸雄監督。鎌ヶ崎を中心とした野宿者の自立支援など、西成の都市問題や街づくりを追う。長編ドキュメンタリー映画、山本圭著著この女、小説、森江戸著。鎌ヶ崎人情、歌謡曲作詞、モズ主平、作曲、宮間便歌、三津根英治。1967年発表。60万枚を売り上げるヒットとなった。野獣刑事映画、1982年公開。南の帝王漫画 V シネ版ハッシュタグ47は飛田遊郭、飛田新地が舞台。以上で読み上げを終了いたします。最終更新2024年3月16日土曜日。岐阜市ホームレス襲撃殺人事件。出典フリー百科事典ウィキペディアより。この記事には暴力的または猟奇的な記述表現が含まれています。免責事項もお読みください。このページ名岐阜市ホームレス襲撃殺人事件は暫定的なものです。2020年4月、岐阜市ホームレス襲撃殺人事件は岐阜県岐阜市内で発生した集団殺人事件及び少年犯罪。被害者の男性は死亡当時81歳。事件現場付近で約20年間テントで暮らし、生活保護などの行政支援は受けずに空き缶を拾い集め売って生計を立てていた。自分には学がないからと図書館で読書するのが日課だった。男性の死亡を受けて現場には花や手紙を寄せる人が多く訪れ、中には幼い頃散歩の途中に道路に飛び出したところを男性に助けられた女子高校生もいた。生前はコーヒー好きで野良猫を餌付けしている姿がよく見られていた。事件の推移。2020年3月中旬頃から被害者であるホームレスの男性と橋の下のテントで同居していた女性に対し、加害者は石を投げるなどの嫌がらせを日常的に行っていた。決定要旨によれば、ホームレスを見下す意識のもと、遊び感覚での犯行であった。事件当時の加害者は、岐阜県内の会社員ら5人組だったが、普段は男女10人組で嫌がらせなどを行っていたとされる。被害者の男性は、警察に4回ほど相談していた。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年1月30日火曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。